感覚するんですけど、こんな寒いと思わなかったんで、ちょっと震えてますよく胸平気でしてますね。終わり終わり。ここではひたすらオリジナル曲をやる番組にしたりするので、はい、最近なんか変わった曲で、彼の誕生日と僕の誕彼の彼女の誕生日と僕の誕生日が一緒で。
最後の曲が、僕が、うちを作って、ちょっと送ってほしいかなと思ったんですけど、一応送ってくれって平沢さんに送ったら、なんか採用されて、ちゃんと発表されることになった曲です。僕が持ち曲だったんで、あまり覚えてなかったんですけど、平沢さんがいい感じに、つなぎの部分作ってくれたけど、名前も付けてもらったりだとかしてくれたんで、はい、いい感じに採用されました。最後の曲です。ありがとうございました。